サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。ルイ・ヴィトンの歴史を説明します。ルイ・ヴィトンは1854年にフランスの首都パリで創業された高級ブランドで、美術品とも評されるほどの精巧な製品作りで知られています。創業者ルイ・ヴィトンは旅行カバンの製造からスタートし、斬新な平らなトランクが特に注目を浴び、彼の名声を確立しました。その後、ブランドは多岐にわたる製品ラインを展開し、バッグ、アクセサリー、洋服、靴、ジュエリーなど幅広く手がけるようになりました。卓越した職人技と革新的なデザインを誇るルイ・ヴィトンは、現在でもファッション界のリーダーとして強い影響力を持ち続けています。20世紀初頭、ルイ・ヴィトンはモノグラムキャンバスを発表し、ブランドのアイデンティティをさらに強化しました。独特なデザインと防水機能を持つこのキャンバスは、偽造品対策としても大いに効果を発揮しました。ルイ・ヴィトンの後任者たちはこの遺産を受け継ぎながらブランドの名声をさらに高めていきました。1987年にはルイ・ヴィトンはモエ・ヘネシー社と合併し、 LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンを形成しました。これによりルイ・ヴィトンのブランド力はさらに拡大し、世界中の一流デザイナーとコラボレーションする機会が増えました。21世紀に入るとルイ・ヴィトンはファッション業界で革新的な動きを見せ続け、特にクリエイティブディレクターのヴィルジル・アブローやニコラ・ジェスキエルの指導の下、新しいデザインとアート感覚を取り入れることで若い世代にも訴求力を持つようになりました。彼らのリーダーシップのもと、ブランドは常に進化し続ける一方で、伝統と革新を巧みに融合させています。これらの努力を通じてルイ・ヴィトンは高級ブランドの頂点に立ち続け、世界中の顧客に愛される存在となっています。その歴史は、品質へのこだわりと創造性、そして無限の可能性を絶えず追求してきたものであり、その結果今日では多くのセレブリティやファッションエンスージアストに支持されるブランドとなりました。さらにルイ・ヴィトンは環境や社会への取り組みにも積極的で、持続可能な素材の使用や職人の技術継承など企業の社会的責任を果たす活動を行っています。ルイ・ヴィトンの歴史を振り返ると、一つ一つの時代において、その時代に即した革新と挑戦が行われてきました。その結果として、ブランドは時代を超えた普遍的な価値を持つとともに、未来に向けた無限の可能性を秘めています。これからもルイ・ヴィトンはその卓越した地位を守り続けることでしょう。創業以来、ルイ・ヴィトンはその象徴的なモノグラムやデザインを通じて、一貫して高級感と上質さを追求してきました。しかし、その歩みは決して一朝一夕のものではありません。常に変化するファッション業界の中で、ルイ・ヴィトンは何度も革新を重ね、新たな素材やテクノロジーを取り入れることで先進のトレンドを作り出してきました。例えば2019年に発表されたホライゾンワイヤレスイヤホンは、高級ファッションとテクノロジーの融合を象徴する製品として注目を集めました。またルイ・ヴィトンのアートコラボレーションも見逃せません。村上隆や草間彌生とのコラボレーションはブランドに新たなアート的価値を付加しました。加えて近年の e コマースの強化は、デジタル時代におけるブランドの存在感を一層高めています。オンラインプラットフォームを通じて、ルイ・ヴィトンの幅広い製品ラインが世界中の顧客に届けられ、グローバルなファッションシーンでの地位を確立しています。また新たな店舗の展開も進行中で、特にアジア市場でのプレゼンスを強化しています。中国、韓国、日本などの主要都市におけるフラッグシップストアは、現地の文化や消費者に応じた特別なデザインと商品ラインナップを提供し、地域密着型のブランド戦略を展開しています。さらにルイ・ヴィトンは社会貢献やサステナビリティにも力を入れています。リサイクル素材の使用やエシカルな生産プロセスを採用することで、持続可能な未来を目指しています。また若手デザイナーを支援するプログラムや、伝統的な職人技の保存普及を促進する活動も行っています。これらの取り組みを通じて、ルイ・ヴィトンは単なる高級ブランドを超えた存在として、ファッション業界におけるリーダーシップを強固にし続けています。未来に向けてますます進化し、世界中の顧客に新しい価値を提供し続けることでしょう。これからもルイ・ヴィトンの進化は続くでしょう。拡大するグローバル市場に対応しつつ、ブランドの象徴としての独自性を保ち続けることが求められます。また環境問題や社会課題への責任を果たすための取り組みはますます重要となってくるでしょう。
これまでの歴史で培ってきた革新と伝統の調和を保ちながら、ルイ・ヴィトンは未来に向け、さらに豊かなブランド体験を提供することに尽力しています。その結果、これからも数多くのファッション愛好者に愛され続けることでしょう。今回は、これでおしまいです。最後までご視聴していただきまして、ありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。